チス、サンダース目のクラゲさあということでやってまいりました。本日は私ハンニャカナダ社会人になりたい、ありがとう。社会人にはなってるんですね。いや、やっぱり高卒でそのまま道楽の世界に入ってしまったので大道楽の世界に入ってしまったので、あ、言ったら憧れなんですよ。会社員の方とか社会に出てね、こうフォーマルなスーツを着てこうはいはいとか言ってやってみたいの。どう？いや、そうですね、新入社員感すごいですね。いやいや、もう僕の設定は、まあ、10年以上やってて、もうでかいプロジェクトを任されてる、まあ、あのプロジェクトリーダー。結構リュックでかいです、そのプロジェクトリーダーにしてはそれあれじゃないですか、そのリュック、もしかしてビッグバッグサラリーマンビッグバッグリーマンビッグバッグになってる。末端感はあります。あ、そう。まあでもそれが社会人です、はい、俺のイメージはこういう感じ、まあ、ビーガンビッグバッグじゃなくて今日はリーマンビッグバッグとしてこういう風に。でも本当にこう自然にいそうでしょ。いそう、ね、今日オフィス街に来たから、コロナ禍で私カナダいかに社会に馴染めるかどうか。たまにはなってます、うん、今確かに、はい、そうでしょ。一生っぽくはないです、全然でしょ。もうちょっと上げた方がいい。ああ確かに、ちょっと上げすぎて上がってない仕事できました。まあ、もうお母さんの、はい、イメージ馴染めるかどうか。これぐらいじゃん、これぐらい上がってない、これぐらいでいいの。とにかく背筋がいいの、仕事できそう、うん、ということで、よし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 。もしもし。あ、はいはいはい。あ、おはよう。おはようおはよう。ああ、今からね、出社するよ。うん、出社、出社。出社してる。うん。あ、それをね、俺のデスクに置いといて。うん。デスクに置いといてもらったらわかる。うん。今から、あ、なるほどね。そのデータもデスクに置いといて。うん。で、僕は今から出社するから、それは、データ置いといてもらったらわかるから。うん。デスクに置いといて。そうね。で、出社したらね、とにかく僕がまず挨拶するから。みんな、聞いてね。うん。そうね。まあ、それも含めて全部デスクに置いといて。うん。大丈夫。うん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 。わかった。とにかくみんなに挨拶するから、挨拶聞いてくれる人集めて。うん。で、そのファイルもデスクに置いといて。データ？データはまあ、デスクに繋いどいて。うんうんうん。わかる。大丈夫大丈夫。はいはいはい。じゃあ今から出社します。あ、今から出社しますね。はいはいはい。あ、今から行くよ。うん。それじゃあ。お疲れ様でした。うまくできてたし。ああ、でも絵的にはね。ね、馴染んでます。めちゃくちゃ馴染んでたよ。出社だよ。ほら、大道楽人生にこういう風になっちゃう。やっといてよかったですね、じゃあ。出社する人って出社しますって言わない。ああ、言わないってことだ。要はもう朝から後輩がどうしましょう。あ、頼りにしてるんですね。頼りにしてる。なるほど、なるほど。チームリーダーだから。なるほど。カナさんどうしましょう。こんなこと、まあそれはもうデスク置いといて。デスク置いといてもめっちゃ言ってました。デスク置いといてと、あとデータ、うん、あれ挨拶したい。なんかみんなの前で挨拶するって。そう、みんなの前で、みんなの前で挨拶する。おはようを言うよってことを伝えた。そうだから、おはようございます。本日も頑張りましょうみたいな、はい、帰って着いたら言うよってことを後輩に伝えた。それを何かなかった。まあ、僕らは周りの目はどうだったんですか。全く気づいた。普通のサラリーマンがなんかやってるんだから。じゃあ次ちょっともうちょっとレベル上げた自分でやりたいやつをいきますか。オッケーオッケー。ちょっとやっていこう。
何やってんだ、出てくれよ。もしもし、今先方がコンタルテーブル見たんだけど、いい、これがエブリーってくるから、うん、大丈夫、オッケー。いやー、なんとか回避できたよ。今のはどういう設定ですか？データが届いてない。トラブル発生。トラブル発生。で、うちの会社の僕の部下が、僕の部署の部下が現場に時間になっても来ない。とにかくまず先方に謝罪をし、そして後輩に連絡して俺がやっとくと。で、あとはもう現場にご調査。完璧な。サラリーマンとか社会人のイメージですか？まあそうね、新入社員じゃあの対応は無理だと思う。やっぱ10年以上会社でそのリーダー任されて僕からしたら、まあよくあること。あ、全力でダッシュする。そう、全力でダッシュ。で、あの後土下座して、じゃあ次はもう自信あるから、レッツゴー。しました。アイスカフェラテのショート一つください。はい、はい、あ、お持ち帰りで、はい、はい、大丈夫です。スイカで、はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、そうですね、フィックス的にはまあいい感じなんじゃないでしょうか。うん、まあターゲットで言いますと、まあ20代から50代っていう感じですかね。50代ですね。はい、結構広めに、まあ言ったらキャッチャーミット広めにっていう感じですかね。はい、まあそうですね、まあターゲットも、まあ、Z 世代、X 世代、Y 世代、W 世代、まあそういったところですし、まああとはですね、まあそういうところにアジャスティな感じでいきたいななんて思ってますけど、その商品で言いますと、まあ今メインで置いてるのがビッグマム、そしてカイドウ。はい、アジェンダ的にはまあ、なんて言うんでしょう、アジェンダ的にはまあ、不死鳥のマルコという感じですね。うん、インシニアチブですか？インシニアチブはまあ、あのアーロン海賊団っていう感じですね。あ、でもエビデンス的に言うと、もうそれはあれですね、六刀流のタコハッちゃんっていう感じですね。はい、それでは、はい、引き続きよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。会議終わりました。無事でした。あれ無事だったよ。もう本当にいわゆる業界用語、うん、ガンガン出しちゃったね。パソコン何も映ってなかったですか？うん、パソコン何も映ってなかったから、後ろの人は怪しがった。結構周り人言いましたよね。通行人もいたし、あとこっち2人気づいてないと思うんですけど、こっちガラスあったじゃん、うん、ここにカウンターで学生たちめっちゃ勉強してる。怪しまれなかったですか？あれ、いやだからずっとこの人なんで真っ黒の画面見て喋ってんだとは思わず、めちゃくちゃ怖い人だと思われてたけど、でもまあいわゆるそのアジャストできた。途中でそのワードとしては全部理解してますか？うん、まあ大体ワンピース用語は完全にワンピースの話です。そう、ほぼ四項の話。イニシアチブとか分かって使ってました。イニアシネージみたいな。あれな、どういう意味？主導権っていう。主導権って言えばいいの？そうですね。言っちゃった。なんでみんなそんな横文字使うの？それなんだっけ、あと。アジェンダもわかります。アジェンダ？アジェンダも自分で使ってましたけど。アジェンダ？アジェンダは。シャンプー？それはアジェンスですね。アジェンダってどういう意味？あの、議題です。議題でいいじゃん。そうですね。なんでアジェンダ？馴染むって言ったのはカナさんですよ。それを悪く言うのは違うんじゃないですか？いやでもなんかやっぱりそのちょっとこのサラリーマン、あ、その業界用語普通に使うの。じゃあすいません、今日はありがとうございました。あ、またちょっとお仕事ですか？うん、ちょっとあの先方の方があの次の事業のプロジェクトを任せたいと思います。はい、してる。なのでまたあのお二人今日付き合っていただいてありがとうございました。丁寧になりました。最初の子はよしゃ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 と言ったのに、はい、本当にありがとうございました。あの、またの、よろしくお願いします。帰っちゃった。高評価とか、なんか、あの、チャンネル登録とか、なんか、よしゃ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 